キリト。一緒に寝てもいい？まあ、もちろん構わないよ。ありがとう。お邪魔します。キリト、ありがとうね。なんだよ急に。今、私がこうしていられるのはキリトのおかげだもん。いくらお礼を言っても全然足りないよ。そんなことないって。当然のことをしただけだよ。キリトは優しいね、やっぱり。でもなんだか夢みたい。こうしてキリトのそばにいられるなんて本当なんだよね。キリト、私の隣にいるんだよね。キリト、手いい？キリトの手、あったかい。ちゃんと感じられる？俺も感じてるよ。ねえ、こうしているとなんだか月夜の黒猫団にいた頃を思い出さない？あの時もキリトはこうやって私のそばにいてくれたよね。不安で怯える私を安心させてくれた。手は握ってなかったと思うけどな。うん。でも私にとっては抱きしめてもらってるくらい安心できる時間だったんだ。なんて、なんか照れちゃうね。そろそろちゃんと寝ようか。ちゃんと眠れるのか？うん、キリトの隣なら大丈夫だよ。嬉しいよ。どうしたんだ、サチ。ごめんなさい、キリト。私、キリトにたくさん辛い思いさせちゃったよね。え？何も、謝ることなんてないだろ。ダメなの。だってキリトは私がいなくなってからずっと苦しんできたんでしょ？いや、それは俺が悪いんだ。俺は違うよ、キリト。ああなったのはキリトのせいじゃない。私や月夜の黒猫団のみんなの、自分自身のせいだよ。だからそのことをずっと謝りたいって、キリトのせいじゃないって言いたかったの。そうか、ありがとう。でも俺は大丈夫だ。サチやみんなの方がきっとずっと辛かったんだから。それに実はもう謝ってもらってるんだよ。え？ SAO の中で俺はもう一度サチに会ったんだ。サチは
覚えてないかもしれないけど、そこでちゃんと謝ってもらったんだ。だからもう謝ることはないんだよ。そっか、よかった。でもちょっとだけ嫉妬しちゃうな、その SAO の中の私に。どうして？だって今の私より先にちゃんとキリトに謝れたんでしょ。それに私だってもっと早くキリトに会いたかったもん。なんかごめん。キリトが謝ることじゃないよ。それに今こうして一緒にいられるから。サチ、あのちょっと距離が。ダメ？いや、いいけど。それじゃおやすみ、キリト。おやすみ、サチ。嬉しい。ねえキリト、最初に会った時のこと覚えてる？ああ、確かみんながゴブリンと戦ってる時だったよな。うん、あの時のキリトかっこよかったな。ううん、かっこよかったじゃ足りないかな。もっとなんというか救世主って感じかな。やめてくれよ、サチ。そんな風に言われると。ごめんごめん。でもあの時のことは忘れられないんだ。だからキリトのそばなら安心して眠ることができたんだよ。そっか。その時からキリトの隣で寝るたびに神様にお願いしていたことがあったんだ。どんなこと？それはね、なんだよ、教えてくれたっていいじゃないか。ダメだよ、だってお願い事は人に喋ったら叶わないんだよ。確かにそんな風に言うけどさ。それにもし言ったらきっと壊れちゃうから。今の幸せもキリトの幸せも壊れる。だからいいの、私はこうしてキリトのそばにいるだけで。うん、わかった。じゃあこれ以上は聞かないよ。うん、キリト、あの。はい、手出して。うん、おやすみ、サチ。おやすみなさい、キリト。